さんとてもサービスの精神にあふれた方など、皆さん本当に素晴らしいなと感心しておりますが、先生も本日鶴にでさようなら。良い子の皆さんは無理をしないで元気に遊ぶ。どんどんドレミの音名で歌いながら弾いてみてください。シンコペーションに拍の長さ、リズムもゆっくり縦にリズムを取る。言葉をつけて覚えるとちゃんとできるようになります。前向き、希望、夢や希望は捨ててはいけません。鶴に第24番で、本日はさよおなら。自信もつきます。少しずつ頑張れば必ず良い子の皆さんにもちゃんと神様がご褒美をちゃんとくださいます。自分を信じてちゃんと頑張っているといいことがあるわよ。ちゃんと先生に褒められる。ちゃんと誰かが見てくれているんです。毎日少しずつ人の欠点やなるべく荒探し悪口はやめて、ちゃんと良いところを見る習慣をつけましょうね。先生もみんな人間です。誰もが完璧であるはずはないのです。人に優しく、皆さんも自信を持つ。私って素敵だわ。もうちょっとこういうふうに
もっともっと頑張れるわというふうに考え方、もっと自信を持ちましょうね。それではまた芸名もどんどん公募しております。だるまさんが転んだ。赤巻き髪、黄巻き髪、緑巻き髪。隣の客はよく書き聞く客だ。東京許可、許可局。お腹が痛くなりますが、笑うこともとっても脳にいいんです。笑う、歌う、左右別々の曲を弾くことはマルチタスクといって、右手と左手の役割分担をきちんと理解して弾けると、もっともっと自信が持てるようになります。完璧よりもリラックス、絶対にちゃんと誰かが見てくれております。頑張るよい子もちゃんと新学期が始まって、ちゃんと先生との仲、子どもの喧嘩、いじめや虐待防止、社会をもっと明るく前向き、悪いことばかりではないのです。もっともっとプラス思考で、のんびりと不平や不満は人を退化させます。先生も人の悪口は言うのも嫌いだし、人の非を見ないで、もっともっと自分も褒めてもらうと嬉しい、相手もちゃんとありがとうと言ってもらうと嬉しくなると思います。考え方もちゃんと大切にしたいと思っております。おならばかりしている人は何歳？9歳ピンポン。人の振り見て我が振り直せということわざもありますが、なるべく先生もいろいろまだまだ勉強です。勉強とは調べる、疑問や好奇心を持っていろいろ調べるということは本当に大切です。それではまた。自己評価をもっと高める、自己評価を上げる、もっともっと弾いてみたい、もっともっと知りたい、この好奇心や疑問というのが本当に大切です。皆さんも、先生もそうですが、なるべくよくコメントとかで人の悪口書かれる方もいますが、これは本当に悲しいことだと思います。不平や不満はなるべく言わない方がもっともっと素晴らしいなと私は思います。それではまた明日も交互期待くださいな。何でも絶好調、前向きに考える。もっともっと夢は実現化します。決して悪いことばかりではありませぬ。それではまたね。笑いましょう、アップブー。笑うと負けよ、アップブー。にらめっこしましょう。アップ。それではね。
さようなら。